フ Seconds of Summer は、オーストラリアのポップロックバンド。略称は 5SOS。2011年に、オーストラリアのシドニーで結成。ルーク・ヘミングス・マイケル・クリフォードカラムフット、アシュトン・アーウィンから構成される。元は、様々なアーティストの歌のカバーを YouTube に投稿する、YouTuber であったが、次第にファンを増やしていき、2013年に、ワンダイレクションの Take Me Home ツアーの、 オープニングアクトに抜擢された。2014年2月に世界デビューシングルとしてシールックス・ソ、so ・パーフェクトをリリース。この楽曲はオーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、イギリスのチャートで首位に輝いた。2014年6月にはセルフタイトルであるデビューアルバム5セカンズ・オブ・サマーをリリースし11カ国で首位を獲得した。同じ事務所の先輩である ワンダイレクションのツアーの前座を務めたこともあり、しばしばメディアで、ネクストワンダイレクションや、ボーイバンドなどと呼ばれる。これについてアシュトーンは、厄介な比較であるとし、彼らのしていることは素晴らしいよ。でも僕たちは自分たちの好きなことをやる。それが、僕たちが 1D のツアーに同行することに決めた理由さ。だって、それはすごく、ダイナミックなことなんだ。僕たちは、 ロックショーをやるつもりだけど、彼らは彼らのスタイルでやると思う。そうすることで、和を、彼らは全く違う演奏をするんだね。手実感してもらえると思うよ。と述べている。また、実際は4人とも楽器を演奏するため、ボーイバンドは誤った表現である。2012年11月25日メトロシアターにて、EP 発売記念ライブでの5セカンズオブサマー2011年。 当時14歳のルークはマイク・ポスナーの Please Don't Go などのカバー曲を自身の YouTube チャンネルに投稿していたが、その後ノー s と、スクリスチャン・カレッジの同級生であるマイケルとカラムと共にバンドを結成。12月にはドラマーのアシュトンが加入し、現在の形になった。メジャーレーベルや出版社からの注目を集め、2012年にソニー ATV ミュージックパブリッシングと契約。 ツイッターやフェイスブック以外では、プロモーション活動をしなかったものの、彼らにとって、初の作品となった、EP、アンプラグドは、オーストラリアの iTunes ストアで3位を獲得した。また、イギリスのボーイズグループ、ワンダイレクションのルイト・ムーリンソンが、ガッタ・ゲット・アウトの動画のリンクとともに、ここしばらくこのバンドのファンなんだ。みんなも応援してね、とツイートしたことにより、しばたたく間に、 世界中で人々の関心を集めることになった。同グループのナイル・ホーランもファーストシングルアウト・オブ・マイ・リミットのミュージックビデオのリンクをツイートした。2012年の夏はオーストラリアのバンドエイミー・メレディスのクリスチャン・ロルッソやジョエル・キャップマンと制作活動や音楽性を磨いて過ごす。彼らと共に EP、サムウェア・ニューからの楽曲、ビサイド・ユーと アンプリディクタブルを制作し、チャップマンが共同プロデューサーを務めた。2012年11月19日、シングル、アウトオブマイ・リミットをリリース。12月には、ロンドンへ行き音楽制作を開始。そこでは、マクフラインのトム・フレッチャー、スカウティング・フォー・ガールズのロイ・ストライド、カイザー、チーフスのニック・ホジソン、グラフィティシックスのジェイミー・スコット、ジェイク・ゴスリング、スティーブ・ロブソン、 バステットのジェームス・ボーンといった様々なアーティストと音楽制作を行った。2014年4月30日シドニーのエンモア、シアターで演奏中の5セカンズ・オブ・サマー2013年2月12日、期間限定で新曲、ハートブレイク・ガールの無料配信を開始。2013年2月14日、ワンダイレクションのワールドツアー。 Take Me Home ツアーのオープニングアクトを務めることを発表。イギリス、アメリカ、ニュージーランド、故郷のオーストラリアでの公演を含む7公演に参加する。このツアーの休暇中にはオーストラリアに一時帰国し、全国ヘッドライニングツアーを決行。チケットはいずれも数分で完売した。この頃からバンドの人気が出始め、よく知られるようになる。 2013年6月13日、新曲、Try Hard の無料配信を開始。2013年11月21日、キャピトルレコードと契約したことを発表。2014年2月21日、世界デビューシングル、C-Lux So Perfect をリリースし、56カ国の iTunes ストアで主要獲得。さらに、アリアシングルチャート、ニュージーランドシングルチャート、 アイルランドシングルチャート、全英シングルチャートで首位を獲得する。また、全英チャートで首位を獲得した、史上4組目のオーストラリア出身グループとなり、14年ぶりの快挙を遂げた。2014年4月9日、EP、シールックスソーパーフェクトが、ビルボード200で、初登場2位を獲得。2014年3月5日、ワンダイレクションのワールドツアー。 ウェア・ウィアー・ツアーのアメリカ、カナダ、ヨーロッパ公演で再びオープニングアクトを務めることを発表。2014年5月8日、シングル、Don't Stop をリリースし、40カ国の iTunes Store で首位を獲得。日本国内でも、ビルボードジャパンにおける洋楽総合チャートで3週連続首位を獲得し、ジャパンホット100では最高11位を記録した。 2014年6月2日、BBC ラジオ1のパーソナリティー、スコット・ミルズをフィーチャーした新曲、Hearts Upon Our Sleeve を公開。BBC ラジオ1の公式サイトにて、期間限定で無料配信された。2014年6月27日、デビューアルバム、5セカンズ・オブ・サマーをリリースし、76カ国の iTunes ストアで主要獲得。アメリカでは、 発売初週で25万枚を売り上げ、ビルボード200で初登場主位を獲得。この売り上げ枚数によって、グループによるデビューアルバムの歴代最高初週売り上げ記録を更新した。日本国内では6月30日より輸入版が購入可能となり、10月8日には国内版がリリースされた。2014年7月15日、シングルアムネジアンをリリース。 グッド・シャーロットのマッテン兄弟らが作詞、作曲を手掛けており、唯一メンバーが制作に携わらなかった楽曲である。2014年11月17日、シングル、グッド・ガールズをリリース。2014年12月15日、初のライブアルバム、ライベソスをリリース。12月17日には、国内版をリリースした。2014年2月8日、 ユニバーサルミュージックジャパンで日本公式サイトを開設。3月10日、日本公式ツイッターアカウントを開設。4月6日、日本公式フェイスブックページを開設。2014年5月19日、7月16日に国内版アルバム5セカンツオブサマーをリリースすることを発表。日本デビューが決定する。2014年6月11日。 発売元の意向で上記のデビューアルバムが発売中止となる。2014年6月16日、7月30日に国内版 EP ドン t ストップをリリースすることを発表。また、発売中止となっていた国内版アルバムを秋にリリースすることを発表。2014年7月30日、国内版 EP ドン t ストップをリリースし、晴れて日本デビューを果たす。 ビルボードジャパンにおける洋楽総合チャートで3週連続首位を獲得し、ジャパンホット100では最高11位を記録した。2014年9月24日、10月に初来日することを発表。10月23日にディオミュージックエクスチェンジにてプレミアムショーケースを行うことが決定する。2014年10月8日、国内版アルバム5セカンズオブサマーをリリース。 初回特典として、バンダイが手掛けるガシャポン、スマートパンツとコラボレーションした、スマートパンツの SOS スペシャルバージョンが、封入されている。また、メンバーが、日本レコード会社のスタッフと対面した際に興味を持ったという足沢光人が描く、不天猫とのコラボレーションも実現した。2014年10月17日、アシュトンの毛腸除去手術のため、 予定していた来日が中止となる。2014年12月19日、アルバム、ライベソスを伴い、2015年2月に初来日することを発表。2月25日に赤坂ブリッツにて単独公演を行うことが決定する。2015年2月12日、2月27日から3月2日までのアンダイレクションの日本公演でオープニングアクトを務めることを発表。 また、世界初となる、オフィシャルファンクラブ、5SOS ジャパンクラブが発足した。2015年2月18日に、5セカンズオブサマーの来日記念版をリリース。2016年2月19日から23日まで、日本公演を行った。2018年8月3日、Meet You t h e Tour、ジープトケを影響を受けたアーティストとして、マクフライ、ブリンク182、オールタイムロー。 グリーンで、ボーイズ、ライクガールズ、バステッドを挙げている。韓国アイドルグループのスーパージュニアからのユニット、ドンヘンドユンヒュークに、ティーンエイジクイーンを提供した。この楽曲は、ルークとカラムが、ティファニー・ワルタニャンらと共に作曲したもので、日本オリジナルアルバム、ライド・ ME に収録されている。このアルバムの発売前には、オリジナルの ティーンエイジクイーンに合わせて踊っている姿を収めた動画をキークに投稿している。ありがとうございます。